レオノールでポルトゥガルは、ポルトガル王アフォンソ二世と王妃ラカでカスティーリアの間の娘。1229年に、デンマーク王バルデマー二世の息子で、デンマーク教授王のバルデマー若王と結婚し、デンマーク王妃となった。デンマーク5名は、エレオノーラ・ポルトゥガル。レオノールのオバベレンガリアは、バルデマー若王のママ母であったことから、美貌子教、子名が、 この結婚を最初に提案した。結婚式は1229年6月24日にリーベ大聖堂で行われ、レオノールは夫より結婚祝いとしてピュン島の南半分を与えられた。夫バルデマは不王の境地王であったが、レオノールの馬で、バルデマー2世の王妃ベレンガリアは8年前に死去していたため、レオノールは唯一の王妃となった。 結婚からわずか2年後の1231年8月28日、レオノールは出産時に死去した。その3ヶ月後、夫バルデマーも狩猟時の事故により死去した。リングステズのレオノールの墓の調査時に、レオノールの骨から癌の痕跡が確認され、これがレオノールの死の原因と思われる。レオノールの墓の足元には鉛の筆記があり、その中には、 生まれた時から累歴にかかっていたと見られる、生後約6ヶ月の幼児の骨が収められていた。したがって、レオノールは死の間際に子供を出産し、その子供は6ヶ月しか生存できなかったと見られる。ありがとうございます。